今日は久しぶりに山城さんと一緒に佐喜眞さんと山城さんで、はい、あの仲良くやっていこうかなと思っております。比喩は多分さ、うん、ラジオぐらいは私服、うん、ラジオの日ぐらいは私服持ってきた方がいいんじゃない？着替えてくるわけ。そう、下流シウェア。仕事仕事帰り感が、うん、僕自分も今日下流シウェアだから、仕事だったから下流シウェアだったけど、マジ、うん、あのちゃんと私服用意してきたからラジオなのに。やば、意識高いシプリムさん、ゆうちくん、ひゆうくん、ハイサイ、あれ、ゆうちくんの顎にもずくが生えてるちょ、もずくを今生やしてまして、はい、そうそうそう、全然売れないもずくです。全然売れないんですよ、ね、モテるために生やしてるらしいけど、全然売れない。理由の浅いもずくが生えてます、うん、はい、ヒゲ伸ばすと楽だね。ヒゲ剃るのがめんどくさくない？なんかヒゲ剃る場所少なくなる。そう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 、朝なんかもうガチャッチャって言ったら終わりさ、俺こっちしか生えないからとか、上の方しか。マジ、うん、俺もう全部生える、嫌だ。ヒューはなんかもずくというよりは何なんだろうね。芝生ブンバの夜なんです。元気になってきた。はい、どうもー。はーい、どうもー。こんばんはー。こんばんはー。宜野湾の皆さん元気ですかー。宜野湾の皆さん元気ですかー。ブンバのーブンバのー夜なんでーす。今日もね、楽しく元気にやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は久しぶりにね、うん、うちのベースの山城くんがちょっと、はい、来ております。山城ひゆくんが、はい、糸満からやってまいりました。イエーイ。いやね、ほんと、じゃあ、いつも思うんだけど、ヒュー、うん、さ、いつも久しぶりすぎて、うん、なんか人見知りするんだよ。なんかだから、わかるけど、うん、一応、今日は別にそんなに。そんなことはない。うん、いや、ちょっと緊張してるけど。ちょっと緊張してる。うん、いや、ね、じゃあ、今日もね、ヒューはもう、下流シウェアで来てますけど。はい。そうそう、さっきちょうど話してたんだけどね。ちょ、それ言わんでよくない？言わない？下流シウェア、別にいいけど。ヤンバルクイナの下流シウェアなんですよ。マジ？かわいいんですよ。ほんとだ。でしょ？糸満、糸満にはいないけど。マンゴーハウスって、おい、いいですね。あ、皆さん下流シウェアでおしゃれしていきましょう何の話してるの俺も何の話してるの心配になってきた、まあ、心配になってきたな今日はなんかちょっとヤバそうな空気がするね。ヤバそうな空気しかしないな。まあまあね、ブンバの夜なんですね、うん、毎週月曜日やってますのでね、うん、10時から今やってるね。へえ、やってるんですよ。はい、これは全然噛み合わないな俺が悪いな、これは。いい感じのスタート出し切れてる、ね、うん、スタート出し切れそうな気がしたね、うん、今日楽しくなりそうな、楽しくなります。よろしくお願いします。はい、ね、そうね、ちょうどね、先週なんかこの直近の報告でもなんでもないけどね、直近、まあ、なんかヒユーと、うん、この糸満ヒユーの家に遊びに来ましたおとといの話、おとといね、来ましてね、うん、夏を満喫したね、うん、夏を満喫、うん、満喫できたはず。夏を満、いや、満、ヘアフォーの、うん、あのベースボーカルのタイラーが、うん、あいつ名護に住んでるんですけど、うん、糸満、ヒューさん糸満遊びに行くから飲もうよって連絡来て、うん、そこから始まった回だったね、あれはね。びっくりしたよ、はい、俺そこからね、うん、ゆういち合流して、そうそう、糸満までね行ってからね、ね糸満で朝まで飲んでめっちゃきつかった、うん、あれもいろんな沖縄ローカルバンドのボーカルが集まり、うん、集まりね、ボーカル界だったね、なんか重いトランスと、うん、ナイスクラップとヘアフォーとブンバでカラオケ歌歌ってない人いないなだから全員、いや結構ね、うん、なんかいつなかなか、うん、そのライブの打ち上げ以外ではあ、なんかその飲む機会って ね、あのみんなとはないからね。リーコだったりヘアフォーだったりね、シュルはまあ基本飲むけどね、なんか飲むけど家も近いしね確かにそうそう、楽しかったね、なんか楽しかったな。アタチアで飲んで、うん、カラオケ行くって俺めっちゃ久しぶりだったから、確かに、いや、なんかバンドマンでカラオケ行くって俺初めてだったかも。あ、マジ、うん、
なんかや楽しいな、なんかやっぱ音楽の趣味が合うから、なんか何歌ってもさ、なんか誰かが反応してくれる。あ、わかる。そうそうそう、なんか普通に同級生とか地元の友達とかとカラオケ行くと、うん、なんかちょっとね気使うよね。うん、あ、気使うっていうか、なんかそのバンドの曲結構聴くから、うん、その歌う曲もそっちに寄りがちになるからね、歌う選ぶときになんかちょっと気使うよね。わかるわかる。なんか俺だからもう気使いすぎて最終的に歌うのがグリーンしかなくなる奇跡以外歌えなくなる。お前ポルノグラフィティ歌うの？あ、ポルノグラフィティだったの一人でも、もう一人で大盛り上がりするんで、バリクソ盛り上がってたのやばいな。いやね、なんかそうそう、今ねあのコメントもあったんだけど、ね、うん、もう酔っ払いすぎてあのまこっちゃんさんから最近ひゆうさんとゆういちさんの全裸画像が流出してました、ね、いやツイッターに、うん、ツイッター見てた人は分かるかもしれないけど、うん、あれ一応履いてるんだよね。ちゃんと履いてますよあの安心してください。履いてるところがなんか影になってるというか、 そうそう、そこを隠してなんか全裸みたいになってしかもわざわざリーコが上げるから最低フォロワー減るって言いながら一応マジあれは上げる、うん、上がってるんだって思った。上げたのかお前いろんなこと考えたら怖いかリーコのアカウント凍結するんじゃないかとか、卑猥なコンテンツが含まれていますしかもあの画像を見て、うん、ちょっとなんか自覚が芽生えて、俺今日朝体重計乗ったら、うん、俺この前までダイエットしてたじゃん、うん、痩せてるって言ってたじゃん、うん、前出た時は順調に痩せてますって言ってたさ、うん、そっから俺多分6キロないぐらい太ってた。はぁ5キロ。なんでそんな太るのマジで本当に食べます。本当信じられない、うん、だって俺さうん、ここ10年、うん、俺体重3キロプラマイ3キロしか変わってないよ。ちょっともうマジ、うん、すごい。本当だ。いや俺今ピーク人生だから、いつもピークやし、だからピークをどんどん更新してる、記録を更新し続けてる。この 2,3 年間じわじわピークを更新して、うん、昨日の夜メンバーでこのね練習してる途中にね、うん、休憩って言ってドンテ行って、ドンテスペシャル食って、ね、ドンテスペシャル、また練習して、でその後家帰って寝て、今日朝起きるじゃん、うん、なんかちょっとお腹が張ってるわけですよ、寝る前にだってさ、ってたからお前さ相当な量食っててびっくりしたもん、ね、みんなが残したやつ食ってたもん、ね、そうそう食える自分にびっくりしたよ俺は。そうそうそう、昨日は、うん、だってえ人間ってこんなに食えるのってぐらい食ってたよ。あれ俺こんな食べれたっけって思ってたけどあれ意外と食べれたなと思って朝体重測ったら、うん、この前僕68キロ切ったって言って、うん、ちょっとメンバーには痩せてるよって、痩せてきたよって喜んでたんですけど、うん、今日の朝体重計だったら 74 点なんとか。嘘でしょ死に太ってやばい、もう終わった。どんだけ食ったらそうなるの分からんけど、一応昨日も言ったけど、最近沖縄そば食べたくなるともう自分を抑えられない病気になってるすぐ食べに行っちゃうから一人でも行ってるそば食べたいなと思ったら一人でもそば食べに行くから、そうやばいな、うん、ヒューなんかヒュー俺面白かったのが目なったっけ、フラットなんか、ね、眠気まなこでボーって歩いてたら冷蔵庫の前に立ってたみたいなやつの。あそれはしょっちゅうなの、いつもそれやばいって、うん、何食べたか覚えてないやつ夜それやばいだろ大丈夫か、夜寝て起きて一応なんか食べてる、うん、そんなに、そうか、うん、最近コンビニまで行くようになった家の近く最近ローソン寝ながら寝ながらコンビニまで行く、ね、いや起きてるけど、うん、それもう起きるな。まあまあね、なんか夜中に起きてなんか食べたいなと思ったら、うん、時の行動力がすごい。いやー、じゃあヒューだから最近確かになんかこのなんかその写真見たけど、うん、いやびっくりしたもん俺、うん、あれなんかちょっとだんだんあれこんなに太っ、うん、ああまあ最近食いすぎたなっていうのは思ってたから力士みたいになってきてる。やばいマジで、ちょっとビギあのなんか初心者の力士みたいになってきて、ちょっとダイエットの仕方をして、とりあえず今日昼はサラダしか食ってない。夜もいつもご飯3杯ぐらいおかわりするけど、今日は1杯だけ。ご飯を減らすべきなんで、夕飯のご飯、うん、お茶碗1杯だけにしました。だそこに何度もでもご飯減らした分でもお腹は足りないから、うんうん、味噌汁もう一杯飲んだり、ちなみにフーチャンプルーだったんだけど今日、うん、さっき夕飯、うん、フーチャンプルーを2杯食べた。
あでもね、フーはね、うん、米よりはマシじゃん。そうそう、あの魚でできてんだよね、あれ。フーって違うだろ。え、何でできてんのあれ。フーってなんだろう。豆腐。豆腐でできてる。なんだろう、それは。まあ、謎のものを俺たちはずっと食ってる。フーってあれ何でできてるんだろう。フーって何でできてるんですかね。フー、小麦粉。あ、小麦粉ダメだよ。そしたらお前変わらんな。変わらんよ。炭水化物なんの、何の違いもないよ。ふそこ考えてなかった。何の違いもない。ふってな、ふが何か考えてない。炭水化物なんですね。はい、気をつけます。いや気をつけようよ本当に。じゃあなんかこの前だから一緒にね、そのヒューのお家行って、そのままヒューのお家で泊まったんだけど、うん、でなんかそのみんなでビーチ行こうみたいな感じで、あ行ったね、で近くの北名城ビーチってところに行ったけど、ねビーチ行ったね。そう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 、泳ぐって言って、泳ぎ張り切ってお乳の水着履いて、そうそう張り切って行ったらすごい遠浅で、遠浅というか陸だったよね。俺あんなにさ干潮ってすごいもんだと思わんくてから、俺あんなにすごい潮引いてるのを俺初めて見た人生で、うん、びっくりしたねあれは。海ってこんなにあっちまで陸なんだと思った。あれはすごい、マジビビった。あれはやばい。あれ陸だったな。あれみんな最初ついてから海だじゃなくてあれ。だからあのすごい引き、潮が引きすぎて1キロ先ぐらいにしかあの体疲れる海みたいなのがなくて、ゆういち水着でゆういち水着泳ぐって張り切ってたのに、足の甲まで浸かるか浸からんかぐらいの水しかなかったやつだったなと。まあなんかすで、なんか最近夏をめっちゃエンジョイしてるよ俺は。それエンジョイして、いやな、北名城ビーチは、あ、この前ビーチパーティーしてたもんね。そうそう、ビーチパーティー、あのルサムバーのビーチパーティー行ったり、あそうそう、だったり、ね、コザの、あ、コザのライブハウス、スラムバーとかあるんですけど、うん、あの周年だよね、いつもビーチパーティーやるの。周年ってわけではないけどね。あ、違うんだ。普通にみんなでバーって飲むんだけど、朝6時までね。あの地獄のバーベキュー。しかも残っ、俺、朝6時までいた。朝、いつから飲み始めたの。え、3時ぐらい。すごは3時って昼の、昼の3時から次の日の朝6時まで飲んでたの。本当は、うん、帰りたかったんだけど、うん、帰れないから、うん、もう諦めた。6時朝までいた。一応朝のこの朝起きてる人の画像みたいなの、あの、うん、ツイッターで流れてきたの見たけど、辛かった。お前すごい帰りたそうな顔してたよね。ほんと辛かったよ。本当に死んでたの。いやね、ほんと、あ、ぜひぜひ、あの、そう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 、話変わりますけれども、変わる、変わろうね、うん、あのコメントもね、募集、はい、いっぱいしてるんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、ね、797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com、はい、ね、それとツイキャスとユーストリームでも、はい、放送しておりますので、そちらからだとね、リアルタイムでコメントが見れますよ、はい、あ、コメントすぐできたり、はい、いろいろできますので、はい、そこからもぜひ、コメントの募集してます。お願いします。ゆうちが最近モテたくて生やしてるヒゲも見れます。そうですね、ツイキャスティーストリーム3週間かけて伸ばしましたよ、はい、そうそうそう、僕も髪が伸びて今、うん、どんどん日村みたいな、かまいたちかまいたち、かまいたち髪長くない、子供おめでとう。いやかぶってるネタが、まあまあ、かまいたちとかまいたち子供生まれたの今さっき聞いて知ったから、ちょっとやだ、またかぶった、またいじり、うん、またかぶったなと思って、ちょっとかまいたちチェックします。今度また俺パーマ当ててから中英みたいにするわ。じゃあそしたら、あ、お願いします。お願いします。まあまあまあ、コメントもいっぱい来てますよ、はい、あのブルガリさんから、こんばんは、あ、こんばんは。ブルガリさん、アカウント名変えた？うん、ブルガリさんは最近これだったはず。え、ちょっと前違うブルガリじゃなかった？英語のブルガリだったはず。そうですね、そう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 、だったりね。シュプリームシュプリームさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりオープニングいいね、上がる。ありがとうございます。あげあげでいけるって、なんでそこ出すの。まあまあまあ、であったり、シップさんから、北名城ビーチ以外に北名城の店も行ったんやろって。はい、行ってません。僕が行ったんです。お前が行った、行ったんです。え、あ、それちょっと、あ、水餃子の店か。そう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 、行ってたな。ちょうどね、最近あれ国際通りのあの中に入ったとこでしょ。そうそう、屋台村の近くなんだけど、そうそう、あっち空いてるの見たことない。あれ6時以降空いてるって夜の。あ、そうなんだ。そうそう、俺だからずっとその、チンタオ食堂っていうね、うん、ところがあって、昔ほんと7年から10年くらい前に、うん、北名シュランっていう、なんだっけ、あれ汚いけどめっちゃ美味しい店みたいな。そうそうそう、トンネルズの、しかも結構汚くないとダメなやつだよね、紹介されないよね。一応割と汚いっちゃ汚いよ。あ、そうなん。
あの雑誌いっぱい置いたんだけど雑誌乱雑に置かれてて、うん、もう全然整理されてないわけさ。そうそう、いいな、行ってみたい。楽しかった。あの店主さんとかもすごい、なんか最初なんか不愛想な人だなってイメージだったんだけど、うん、ちょっと台湾ビールっていうのがあって、うん、あのこっちに売ってる台湾ビールとはちょっと違うわけさ、うん、なんか地元あっちの台湾ビール、その現地の、うん、でよく僕が旅行行った時に飲んでたやつが置いてあってから、うんうん、あこれめっちゃ好きなんですよ、これになんか梅干しとか入れたら美味しいんですよねみたいな話したら、分かってるねみたいな感じでめっちゃ気さくに話してかけてくれてからまた行こうと思って次は僕も行こう行こう、マジで。そうそう、なんかね、そう、あのシュプリームさんもなんかツイッターでそういえばリプくれてまだ返してないんだけど、うん、嫁と行ったよって。ああ、みんな行ってるんだ。有名店みたいよ。本当に水餃子が美味しかったから、しかも安いしね。安いんだ、うん、水餃子、中華屋さん、台湾料理屋さん、料理、ね、なんかいろんなの置いてあったよ。行きたい。そう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 、ぜひぜひ、行きましょう、みんなで行きましょう。そう、あのね、あ、セントラルとかのライブでいいんじゃない。あ、確かにすぐ近くだもんね、桜坂。うん、そう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 。まこっちゃんさん、あ、まこっちゃんさんから、糸満の米田コーヒーはいつ頃開店か情報ありますか。米田コーヒー、米田コーヒー、糸満の昔、糸満、日本最南端のロッテリアみたいなところあったの分かる、うん、ロッテリア。何それ分かんない。そこがなくなって米田コーヒーが建った。米田コーヒーってのは内地のやつでしょ、うん、そうそうそう、あちこちにあるところだよね、うん、俺行ったことないから分からないんだけどごめんなさい、まず米田コーヒーの情報が少なかったその隣にできたジョリーパスタ、この前行ってきました。ジョリーパスタはもっと分からんどこで分かんない、嘘、ごめんなさい、全然分かんない。ちょっと沖縄 その隣にあったカツ丼屋さんも行ってきた、この前だいたいそういうところは網羅してるの、うん、新しくできたから、ね、一回は行って、行ってみたいですね、ちょっと、うん。あのシプリームさんから、あのね、チンタオ食堂のあの多分店主さんかな、うん、初回にして比嘉さんに話しかけられたんだ、うん、あ、比嘉さんっていうの、やっぱなんかちょっと認められた、認められたのかな。あ、ちょ、嬉しい、ちょっとまた行こうまあまあね行ってみましょうよ。すごい元気だな。元気だよ、だってお前元気ないよ。夏感すごい。あ、いや別に元気だけど、うん、元気なくはないでしょ。元気ない、嘘、うん、嘘、シラフだから。あのカラオケの時の元気ではないやつ。ある記憶ないわだ、ね、夏をエンジョイしていきましょう。台風も去ったし、はいはい、でももうずっともうね、もうカンカンに晴れてるから ね、そのね、夏っぽいね。天気めっちゃいいね最近。最高だよ、うん、で今日はもう夏っぽい曲ばっか持ってきました。はい、1曲いきましょうか。はい、君だよね。あ、最初僕、俺が流したいやつなん。そう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 。じゃあみんなに聞いてほしい沖縄のアーティストでトレモノっていうバンドがいるんですけど、はい、僕が好きなトレモノの曲1曲聴いてください。オレンジスター好きだよね。こういうの好き、海っぽいの好き。今お聴きしてもらってるのがトレモノでオレンジスター。この前ね、1年くらい前だよね、ちょうど1年経つかな。あ、夏だったね、うん、今頃、ギノワン祭り9月かな。トロパ、トロパ、トロパ、うん、トロパでね、一緒に対バンさせてもらって、ね、ビーチでめちゃくちゃ良かったね。良かったな。夜にあの感じだったまらないよ。夕方のサンセットのね、ちょうど夕日が沈んでる間ライブしてたね。沈んめっちゃ良かったな、ね、沈んだ時だったら、うん、涼しくなって夜モードに入ったぐらいの時だったね、祭りが、うん、めっちゃトレモノ見ながら飲むビールマジうまいな。うまいよ、これは。モンパチフェスでも俺見てたんだけど。あ、そっか、出てたんだよね。そうそうそう、あの時はペットボトルのワイン飲みながら見てた僕もです。めっちゃ酒が、うん、あれちょっと俺たちあれだよ、ダメだよ。なんかペットボトルは持ち込み OK って言われたからってペットボトルのワインを持っていっちゃダメなんだよダメなんだよ。モンパチフェスがあのカンカンダメだったんですよ。リンカンダメで、それ以外ならいいって持ち込み OK って言って、僕カバンにいっぱいあのカップアーモリ詰めてちょっとこんなのあるんだって見つけたあのペットボトルのワインが出てて、それもカバンに入れてリュックちょっと本当にあの品を
問われるからねえあなた一緒にいたさずっとお前モンパチですオープニングのシベスカ見ながらカップアモリのあ俺カップアモリ飲んでたから朝一カップアモリってなる最高だったひどいよ僕はビール飲んでたなビール飲んでたちゃんとお金払ってビール飲んでてあのでもあれだったなあのビールに使いすぎてあの歴史っていうさバンド歴史ってバンドがススササね稲穂をあのレプリカの稲穂を500円で物販で売ってるわけさみんな振るんですよ、ね、みんなこの稲穂ただのレプリカの稲穂のために500円払って振るんだけどなんかお金なくなっちゃってススキ近くに落ちてる生えてるススキポンって抜いてからあの駐車場のとこに生えてるススキあそうそうそうトンって抜いてからくバレねえだろと思って歴史の頃にはダウンしてるめっちゃ笑われた俺なんかみんな二度見するわけさよく見たらススキじゃんみたいなめっちゃいいなでもセーフじゃん一応、ねうん、だってあのお家に持って帰ってもススキだなそっかモンパチフェス11月ってことはあれからもう2年近く経ってるんだあ、そうなのかなワッターワンダルワールドからあ、そっかそういうことじゃん11月しまえるじゃんそうなんですね時間経つの早いないや私今年もカップアモリといや、ダメだよちゃんとねじゃセーフじゃセーフだなのはわかるんだけど一応ビールも飲むよそれアモリとワインだけは無理でしょ死ぬよ、そんな国が違いすぎるもんいや、俺もあの時ビール…あ、でも、うん2、3杯しか飲んでないそれ以外ずっとアモリ飲んでた味方だからな、沖縄県安いしな、アモリなんか夏エンジョイしたいな夏は何エンジョイしたいの本当に今今年めっちゃエンジョイしてるからどうだろうね。読んでるかな。読んでもらえるかな。モンパチフェス。いや、出たいですね。出たいな。モンパチフェスちらっと地元枠あるから期待しています。ちょっと分馬に1票お願いします。うん。ちなみにまだ声はかかってないです。声かかったらもうその話しなくならずで隠して。モンパチフェスの話。今からくも字で署名活動しようかな。モンパチフェスに嘆願書出してほしいそうそうそう県民の声を借りようそれを県嘆願書提出する YouTuber みたいにそれで出れなかった時ちょっとめちゃくちゃ悲しいよそれやめようそれ受けるな一応嘆願書それ悲しすぎですいやもうほんと1万人ぐらいの声を集めてそしたらなんか俺ら勝手に出れる気になっちゃいそうじゃん確かにやめようもっと俺たちが海に行くべきだあ、CM でお願いしますはいまあ、CM ですね流れてない流してるうん、まあ、ずっと流れてるあ、そうなんだ、うん、でも、あのなんかあれになってるあの、別のものになってるから大丈夫、うんうんこっちから流れないんだうん、だって今 CM あ、そっかみんな夏エンジョイしてますか沖縄だったらさ、海とかあるじゃん、なんか、うん、海系が結構多いけど県外とか何すんのかな海かなわかんないよね、なんかなかなかその山ツアー以外で外に出ることないからねうん、うん、何が山行くのかな、ピクニックあ、いいね。それもいいかもしれない。楽しそうだけど。川もあるな。川はありだよ。そっか。いいな。登山とかしたいな、俺。
俺は。夏、うん、死ぬよ。でも富士山、ね、あでも夏か。俺富士山4年前登ったよ。うん、そうそう、だからめっちゃ行きたい。めっちゃ寒かったよ山の上。あらしいね。4度とか5度とかだったよ。そうそう、すごい寒くなるって聞いたから、うん、もう途中全然もう嬉しくないでしょ。もう上がっても別に達成感とかよりかは帰りたいってなるんだろう。寒すぎて帰りたい。あでも一応あの御来光っていうの、あー御来光見たの、そう見れ、それはその嬉しい、ね、それが出てきた 2,3 分ぐらいはめっちゃ盛り上がったけど、あ寒いから帰ろうって、違う、そのもうがっつり出たらよしじゃあ帰るかってした時、降りようと下見た時、うん、マジで遠い。下界が雲までがまず遠い。あはい、ブンバの夜なんです。はい、戻ってまいりました。おおいいね、いいね。で、あの先ほどね流してた CM 前に流してたのが、ね、うん、オレンジスデーだっけ、違うオレンジスター、あオレンジスターか。お前何やってくれてんだ、トレモノさん、トレモノさん、トレモノに謝れ。まあちょっと近いからね、はい、すごいね、なんか夏っぽいというか、うん、なんか夏にはこういうの聞きたくなるよね、うん、なんか海行ってなんかこの瓶ビールじゃないけど何でもいいけど、うん、ビール片手に、うん、なんかちょっとしたラジカセみたいの持ってって、うん、スピーカーめっちゃいいねそれ、それ妄想でしょ。いや妄想じゃない、やったことないだろそれ。俺この前言ったよ、ラジカセ持って。ラジカセは違う、ラジカセは言い方が悪い。そんななんか昔のラッパーみたいなことしないわ。それちょっとお前ちょっと雰囲気出しすぎだろ。めっちゃいいなそれと思って。それはいいと思うけど、ちょっとマジで今だったら Bluetooth のスピーカーね、あー Bluetooth ね、いいね今だったら。そう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 、だからこの前めっちゃいいそれしたい、うん、夏しよう、うん、だからこの前だから夏を炎上しようって思って行ったビーチが俺と、うん、俺たち、あで行ったのがすごい遠浅で夏を感じられないっていう。一昨日ね、一昨日。そう、死ぬほど暑いし夏楽しむためにね。なんかお前、まあ、派手な、うん、派手な水着、ね、派手なね、派手なパンツも買ったし、ひげ、うん、も伸ばしてるし、そう、そう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 、ナンパが成功することを僕祈ってます。次はもっとあのなんかビキニギャルとかがいるビーチ行く。コロナ、そういえばこの、ま、コロナフェスが あれ先週14-15だよね。そう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 、俺それその前日ぐらいに知った。そう、俺もなんか知り合いの人が、うん、コロナフェス行くのって言われて、うん、コロナフェスみたいな、今年あるんだって、明日じゃんみたいな。で見たらなんか友達だから高校の同級生とか、うん、なんだろう、みんな行ってた、水着、うん、ビキニつけてから、コロナフェス行ってたよ。誰っつって、名前忘れちゃった。バカ。バカ。聞いた俺が間違えた。はるか。ちょっと、本当の名前出すの。やめろやめろ。やめろやめろ。楽しそうと思ってから。ああ。いや、なんかイケイケのフェスだったよ、なんか見たら。行ってみたい。めっちゃいいって、本当に。でも俺、痩せてからにしよう。モンパチフェスまでに痩せよう。結構短いぞ、10月だっけ、うんうん、?10 月ぐらいにはもう、何キロ落とすの？ムキムキなる。5、6キロ。元に戻ってるだけやし。それ5キロ落としても、元に戻ってるだけだ。5キロ落としてもつい1ヶ月前ぐらいの体重って考えたらマジちょっとなえるやつ。マジ本当に俺本当に一回なんだったかな、ちょっと体調崩したかなんかでちょっと2日ぐらいあんまご飯食べなくて、そっから胃袋ちっちゃくなってなんかあんま食べなくて大丈夫だったわけしばらく、うん、そこで昼ご飯サラダ生活でこれしばらくいけるなと思ったらサラダ飽きたぐらいから一気にデブ化が加速したな。一瞬だった太るの。比喩が悪いのは絶対に炭水化物を食べ過ぎることで、うん、もう炭水化物ってもう生きがい。今の言い方本気だったな、本気で米を愛してる人の言い方だって、うん、米と麺。パンはパンよりは米と麺。すごいな、そんなに俺執着がないからな別に、うん、しかも麺って言っても麺でも一番好きなのが沖縄そばの麺。あーじゃあ分かるよ、うん、何縮れてる方。いや違う、いろんなのあるんだよその麺。あ、いろんなの好き、みんな好き。俺ガブソかけみんな違ってみんないい、ね、うん、結構あれはあるよね、多分派閥はあるよね。そのガブソか麺選べたんじゃん。選べたっけ俺、いつもストレートっぽいやつ食うのよ、うん、
あずった、ガミソコは俺行ったの、亀そばのあれ、あ、亀そば、亀そばはストレートさ、確か、うん、亀そばは亀浜製麺だから、うん、あ、亀浜製麺が作ってるか亀そばなの、いや違うと思う、あ、かもかもしれない、そば周りいいな、そば、うん、ちょっとしてみたい、そば周りしてる、あの、うちの父ちゃんが、うん、昔 CD 出した時にそばの歌っつってから、あげあげずい、うん、全然関係ないんだけどさ、その CD の曲で、うん、あの、そばの歌っていうの出しててから、へぇ、そうそうそう、いろんなもん、ジョニーさんめっちゃそば屋詳しそう、うん、めっちゃ好きだったよ、昔は、昔は、うん、今は刺身が好きって言ってた、刺身ちょっとなんか渋ちょっとてんもうまあいいやジョニーさん刺身なんだ、そうそうそうって言ってたよ、あれなんかモンパチフェスのねなんか話だとなんかも、うん、まこちゃんさんから、うん、モンパチフェスチラッと 地元枠あるから期待しています、そうですね、確かに前も、うん、シャルマイケンアカネとかシベスカだってオープニングアクトだったし、うん、確かに誰かな、今年は誰かな、誰だろうな、果たしているのだろうか、一昨日カラオケ行ったやつらの中から誰か出るのかな、出てくれると嬉しいね、朝ごはん食べながら誰か誘われたかっていう、この沖縄ローカルバンド、うん、ボーカルたちで話し合って、うん、お前ら何気に誘われてるけどみんなに隠してるとかないよなって、お前ら抜け駆けモンパチフェス、彼らは隠すだろ、隠すか、彼らは隠すよ、俺ら決まったら絶対メロメロいっちゃうもんな、特に大人のリーコは絶対に隠すから、あ、リー、いや、思いトランスは絶対隠すよ、決まってなさそうだったな、あの感じだった、ちょっとそれ思ったらに言うと悪いなそれなんかヒアフォーも隠すよ絶対ヒアフォーは隠すな、あのタイラーの目が笑ってないから、ヒアフォーはモンパチフェス決まっても俺らに教えてくれないだろうな聞いたらすぐみんなに教えます、こっそり、嘘嘘嘘嘘、出演者の発表楽しみだな、水面下のせめぎ合いが多分あるんだはずな、うん、もう第何弾アーティスト発表みたいな時いつもなんかローカル誰か発表されてないかなってメールボックスを何回も更新するみたいな、ね、あれマジそう、いや楽しみです、いやいや僕らも出れるように頑張ります、頑張ります、今ね曲いい感じに作ってきてね、リリースは、ね、間に合うかな、わかんないけどまだ一応ね、なんか作曲の曲作りがスムーズに進みまして、ね、ちょうどね、本当に昨日かな、うん、昨日曲作りしてまして、うん、昨日すごいよね、何回やっても曲できないのに普段、うん、何時間かけても曲できないのに昨日2曲できたからね、あ、まあ確かに、うん、ちょ嬉し、あ、なんかすごいなんかグルーヴがあったなって思った、うん、なんか確かに、うん、なんかこれがね毎日続けばいいんだけどね、うん、毎回スタジオ入るたびにね、やっぱたまにメンバーで飲むっていうのもいいのかもね、まあ俺とねヒューでしか飲んでないからね、まあ、あ、違うその前も飲みに行ったじゃん、ああ、ね、そうだねそうだね、うん、ありかもしれないよそれは、うん、やっぱりグルーヴを高めるためにリフレッシュって大事なんだなと思った、ね、そうそうリフレッシュは大事、いやあれほんとみんなリフレッシュしてますか、やっぱね、あの、うん、あれは大事本当に、そのな、ね、空気抜きっていうのは、ね、息抜き、うん、ガス抜きか、うん、なんかないとねやっぱり疲れるよね、うん、でなんか自覚なく疲れてる、そう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 、嫌になってるような気になってたけど休んだら、うん、なんかリフレッシュしたら全然またフレッシュな気持ちで楽しめるね、うん、そう、 うちのドラムのだから曲ができないってずっとあの曲考えてるとなんかどんどんきつくなってったけどね、そう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 、もういいやって言って一回まずとりあえず楽しく飲むかみたいにして、それ大事だよね、ほんとスムーズにいくようになりました、皆さんもちょっと参考にしていただけると、ね、一回なんか外す、うん、一回その物事から目を外すのは結構ありなのかもしれない、ね、ちょ仕事頑張りすぎてるしてちょっともう毎日しんどいなみたいになってる人ちょっと有給取ってね、休みを、うん、もう有給取らなくてもさ、日曜日が休みだったら土曜日の夜からハメ外すとか、うん、日曜の夕方ぐらいまでハメ外してもね、寝れば月曜には元気でしょう、そうです、うん、ただね、うん、あ、だから孝太郎がそういうの好きさ、孝太郎あいついつも遊んでる、まあまあいつも遊んでるけどあいつなんかもう本当にさ、うん、なんていうの、体力の限界まで遊ぶさ、あ、もう寝ないで遊ぶとか、あ、なんか2日寝ないで遊ぶとか言うさあいつ、そうなの、うん、すごで、でも確かに孝太郎の言ってることは分かるなと思ったんだけど、うん、だから俺この前だからそのビーチパーティーとか何回か行ってから、うん、本当に それと同じような状態になってしまったわけさ、あ、もう
まず朝起きたら二日酔いで寒気がするっていう感じで起きて、うん、それ楽しんでるこんなに辛いの初めてってくらいで起きたんだけど、二日酔いはマジできついです。あれはやばすぎる。久しぶりに二日酔いの恐怖、二日酔いのあの感覚って、二日酔いの時しかわからないけど、なんか、ね、うん、思い出せないじゃん、あのなんであんどめっちゃきついさ。そう、もうなんかもう世界世界が滅んでもいいぐらいなって思いながら滅んもう助けてくれ、誰か助けてって言いながらずっと水を飲むんだけど、前日が楽しければ楽しいほど、ね、はしゃげばはしゃいだ分だけ次の日地獄を見るからな。ただね、なんかやっぱさ、何もしない週よりかは全然いい、うん、確かに全然楽。二日酔い抜けた時のあのなんていうの、あなんかもうなんていうの、あとは右肩上がりみたいなでそのね、右肩がだんだん落ちてきてまた遊びに行っての繰り返しするんだよね、多分。もうそれが大事です。そのローテーションをみんなうまい具合で息抜きを入れていきましょう、うん、はい。でだから今日はね、なんかちょっと夏っぽい感じでいきましょうか、うん、また一曲いきましょうか、うん、お夏曲、夏曲でしょう、ゆういちの夏曲。いやこれで、あこれ、まあ、でもこれ夏、うん、夏っぽいかな、夏っぽいかも、夏っぽいコロナフェスっぽいかも。あ確かにそうかもね、うん、なんかね、トロフィーアイスってバンドがいるんですけど、うん、なんていうのか、ホープレスレコードってバンドの、あバン所属してるバンドなんだけど、うん、まあ、俺が、ま、そのすごいよく好きで聴いてたんだけど、昔はさハードコアだったくさ、がっつりゴリッゴリの、うん、うわーってずっと叫んでるみたいなね、うん、でなんかこの CD を出すたびに、うん、だんだんいろんなテイストを入れてくるっていうか、うん、でこと今回最近ね、ほんと2ヶ月か1ヶ月くらい前に新しいの出したの、まあ音源を出してたんだけど、新しい曲なんだ。そうそうそう、聞いたらもうコカ・コーラの CM みたいみたいな、うん、なんかみんなで、そのなんか世界で、うん、世界の音楽みたいな感じ。そう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 なんか日々新、その結構ね、あのハードコアって結構やっぱその、うん、なんていうの、自分たちのやることをずっと貫くっていうイメージだから、うん、イメージはあるから、自分にとってはなんか結構その、もう自分たちの持ってる基盤を絶対大切にするけど、うん、こういうなんか新しいテイストを取り入れるバンドって、うん、やっぱそもうなんかやっぱ面白い、本当に。うん、ちょっと聞いてみましょう、面白いです。聞いてみましょう。もうシンガーロングたっぷりで最高ですもん。あ、それもう大好物のやつやん、僕大好きなやつですね。もうじゃあね、1曲聴いてください、トロフィーアイズで More Like You。構成的には構成が多いと、なんかサビとかじゃなくてもなんかなんていうの、サビってなんか表現が違うのかも。多分これ感覚的に言ったら、本当あのアメリカの EDM とかあっち系になってくるの、このリフがサビみたいになってるような感じで、一番このおおおってやつが多分一番この目立つっていう、そのので下でこの死にかっこいい、この作り方ってなかなか思いつくっていうか、なんかね、そのなかなかその周りにね、こういう作り方をするっていう人もなかなかいないから、うん、こういうの聞くとなんかやっぱすごいなんか刺激になりますね。なんかワウワウで流れてそう。わかる。サッカーっぽいかもね。あ、サッカーのワールドカップ感あるの、うん、すごい。かっけー。
牛久流さん結構、まあ、後でちょっとあの曲終わってからちょっと行きましょう。このボーカルの声の低さやばくない？死にかっこいい。なんかブリングミーザホライズンを聴いたような感覚だったんですよ、最初聴いた。あのめっちゃバーって感じのバンドが急になんかもう方向っていうか、まあ、全然その方向変えすぎてんって ならないのに、全然やってる曲は違うみたいな、なんスッて入れるのみたいな。ハードコアそんな激しいか、ハードコアだった頃の聞いてみたら結構普通に激しい。マジ、うん、ちょっとフェードアウトでお願いします。はい、お聞きいただきましたのが、トロフィーアイズで、More Like You。 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 こういう感じでいつも僕ら飲んでますね、お酒居酒屋。年もないな、最初始まり方こんな感じなの。本当に僕たちは俺と比喩はもう本当にひどいよね、うん、しょうもないからです、ね、うん、人が何か言った瞬間に全部上げ足をお互いが取りまくるひどいよな、うん、テンション上がる。そうそう、それめっちゃ楽しいんだけどやっちゃうんだよ俺、うんうん、お互いいじり合いバカにし合い、そうそう、お互いバカにし合うっていう、ひどい、じゃあ普通にひどいな、ダメだな、うん、もっと平和な多分楽しみ方はあるんだと思う、うん、それが過ぎるとたまにね、だから切り株に座ってるだけで喧嘩になったりとか、いいよするいやコメントもいただいてるってことで、ちょっとコメント流れちゃってる下に、ああ、コロコロ、はい、へえ、かっこいい、どこ、どっち、え、もっと下まで、もっと下、どんどん流れちゃってったよ、もうこっちだよ、あ、うん、ヨシプリムシプリムさんが、うん、もうさっきの話、さだいぶさっきの話だけど、うん、コロナフェスにブンバ出たら沖縄に行くって、来てください、絶対来てくださいよ、頑張ります、本当に出て、来年、まあ、まだ分かんないけどね、来年出れたりとかして、そうそう、まだ時間がありますよ、やばー、うん、かっこいい CD 作らなきゃ、嘆願書も作ろう、嘆願書、嘆願書、嘆願書って何、署名、さっき言ってたさ、署名署名もらおう、もう全フェス署名活動それいいな、僕たちをフェスに出してくださいってそれありだな、うん、一応、いや誰もやってないと思うよ、ちょラジオ聞いてる人みんな投票お願いします結構宜野湾一軒一軒回っていって、まずかそれかパレットくも字でずっとあの紙持ってくる、うん、あ、いいね、お前パレットの前立っといて俺テンブスの前でやってくるそれ面白いな、うん、うちの あのギターのケントとかはチュラミ水族館立たそう、うん、あ、それありだね、人いっぱいいるとこみんな書いてもらって、うん、まあ、それ面白いな、曲聴いてないのになんかめっちゃ署名あるみたいな、うん、もう動画あれとあの iPad とかで流しながら、こんなバンドやってるんですっつってそれで書いてくれなかった時コロコロ辛いな途中でメンタルボロボロになりそうです、うん、やめよう頑張ろうあ、なんかね、あ、シュプリームシュプリームさんから、うん、曲のテーマやコンセプトはあったりするんですか、神曲の神曲のテーマやコンセプトはって、コンセプトか、神曲ってことは俺らがそのなんていうのやべえってなる曲ってことでしょ、うん、お前どんな、あ、なんか今さっきなんか作曲してるみたいな話、あー、なるほど、なんか今コンセプトちょっとね、新曲ってことか、うん、新しい曲、そうそうそう、あ、ちょっと今やってる感じはちょっとね、なんか、うん、結構僕たちこの激しい曲が多かった、激しいとかうるさい曲が結構多いんですけど、うん、ちょっと優しいちょっとマイルドな曲、そうだ、ね、うん、ちょっと作ってみようと思って、今回アコギで曲作り出したからかもね、うん、だからなんかそので、あとはね、そのなんか夏っていうのもあるからちょっと夏っぽい、ね、感じも出せたらいいなと思って、あれ意識して夏っぽくしたの、一応アコギ弾いたから夏っぽくなったって感じ、アコギ弾いたから夏っぽくなるよ、あ、アコギ弾いたら夏っぽくなるよ、あ、うん、いやちょっといい感じになんか ね、うん、ちょっといい感じにまとまってきたんで、うん、なんかちょっと雰囲気の違う、またなんかね、そうフレッシュな感じでね、うん、いけるかもしれないですね、フレッシュなバンブーが、うん、
バンブーが見れるかもしれません、はい、聞ける聞けるかもしれないですね、うん、そう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 。あとはまこっちゃんさんから、ブンバメンバーで飲み会で一番テンション高いのは誰ですか、うん、ああ難しい質問ですね、飲み会だったら俺じゃん。あ、ヒューはやばいヒューはやばい。そんな最近飲み会にあんま出没しないけど、一応後輩のバンドマンヒューを恐れてるから。嘘でしょ、何人か。絶対嘘、本当ヒューはやばいって言ってる。いやいや、コウタロウでしょ、怖い。コウタロウはだってあれは怖いよ。あれはダメだよ。コウタロウめっちゃ先輩だからな。恐ろしい。コウタロウめっちゃ酒飲むからな。うん、で一番コウタロウがこのバンドの中でガタイが強いから誰も止めることができないっていう。勝てない勝てない。そう、勝てないから、うん、本当にもうハメを外しすぎた時はもう諦めてその場を去るしかなくなる。うんうん、確かに。確かに。ちょっとバンドマン飲み会事情みんなちょっと聞いたらいろいろ面白いと思いますよ。みんな結構。そう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 、コウタロウとこの前さ名護でちょっと飲んでた時にコウタロウがもうすっごい元気になってから、うん、あの3次会唐揚げ食べに行こうって言ってから、うん、もうみんなもう3次会1次会2次会があったのあってみんなフラフラ誰と言ってたの。あ、まあ、情報なさすぎ。コウタロウの友達よ、うん、とかあとはヒヤホーだったりヒヤホーだったりビュービュームだったり。ああ、もう沖縄ローカル、そうそう、北部組って感じ。そうそうそう、ローカルバンドで、なんかもうコウタロウが、うん、もうコウタロウだけ元気なんだけどみんなもうフラフラだけさ、うん、帰りたい三次会、うん、帰りたいみたいな。すごい。で僕あで俺も俺はもう捕まってから、うん、食いに行くぞって言われて。唐揚げ僕はあの絶対やだ、タイラーと一緒に帰るのでっつって、うん、先にお邪魔しますって言ったら、うん、今日ザメだわって言ってあのそのまま下に倒れ込んでめっちゃ嫌一応めっちゃ笑った。最近もうさもう最高、楽しいよ、うん、面白い、それもありめっちゃ、うん、なんかお酒をエンジョイしてるの、いいな。コウタロウはエンジョイしまくってるよ。あ、コウタロウが、お前じゃなくて。俺もエンジョイしてるよ、一応、うん、俺は、でも僕も結構ね、うん、あれじゃない、いつもテンション高いビール飲んでるイメージ。ビールしか飲めないからね。あ、そうなんだ。いや、他のやつ飲めるけど、うん、なんかもう絶対ビール選んじゃう。確かに、あ、まあ、うん、それはあるな、ベストはビールだな、うん、そう、ビールさえあれば何でもいい、うん、もう安いビールがあったらおつまみいらないぐらいビールがいい、うん、お茶でもいいです、うん、お茶二日酔いな、あ、お茶のスタンプがいくつか来てたからみんなお茶お茶飲めと紅茶とか飲みたい、二日酔いの人。俺最近昼ヘルシア飲んでるこの前聞いたやつでめっちゃ面白い。その昼は仕事してるんですけど、職場でお前さっきも話したけどめっちゃ最近太ってて、最近ヘルシア飲み始めたら、お前ヘルシア飲めばいいと思ってるだろって言われて違う違う、本当にそうだよ。あのこう何、あのヘルシア飲んでりゃカロリーゼロってわけじゃないからな、まあまあ、違うヘルシア飲んでるっていうことでちょっとなんか、うん、その行為してるだけでちょっとダイエットしてる感も気分に。違うんだよ、そういうことじゃない、うん、だから太るんだ。ヘルシア、まあ、ヘルシアとカレー食ってたけどその時だからダメなんだ。ヘルシアとカレーであのコロッケも乗せた、あのファミマのコロッケ買って乗せたしかも大盛りのカレーだったわ、そういえば全然ダメだなもうこれ。いやでも俺本当に痩せるから、ちょっとカレーをね、うん、どうにか。そうですね、そうだ俺カレーも好きだな。お前催眠術でもカレーを食えない体にした方がいいよ多分。あ、それはある、うん、カレーマジあれやばい、すぐ太る。いやでも結構ね今コメント、うん、コメントよ珍しく最近みんなコメントしてくれて、ナナシさんとイエミリーさんからお茶もらったくし、うん、お茶嬉しい、もうお茶ありがたい、お茶の差し入れ助かる、助かります。あのムックさんからコウタロウにはスピリタス、コウタロウにはスピリタス、それです、素晴らしい。そしたらすぐねもうどこかに行ってしまうので、うん、早くコテンと行ってほしいです、ね、コテンとね眠ってくれるとありがたいから、飲むぞっていう勢いがすごい。あのなんかたまにおしゃれに飲んだりもするけどな、あいつガバガバ飲むときとおしゃれに飲むとき両極端だな。そう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 、ね、コウタロウには初めポカリ飲ませてあげて早く酔わせましょうそれありですねポカリはすごいですから、ね、仕込ますか、仕込まそう、鉄の先にポカリの粉入れる
やばい、シュプリームシュプリームさんのコメントがちょっとすごい、そこはクメセンとオリオンと言わなってもちろんです。そうだ、お前そうだ、クメセンの CM 出てるんだよな。クメ、僕はめっちゃ腹立つあの CM のお前の顔、うん、もう朝起きたらクメセンですから、ね、ジンジャーバブル、そう、琉球、琉球バブル、琉球バブル、うん、の皆さん、あのぜひぜひね、あの CM のお前めっちゃなんかすかしてなんかめっちゃなんかすかしてカッコつけてるのめっちゃムカつくあれちょっとみんな見てほしい。あのいいだろう、クメセンの俺のこと知らなかったらもしかしたらカッコいいと思ってくれるかもしれないさ、クメセンのあのそこを広げないでくれよコーラみたいなカクテル出してるんですけど、クメセンが美味しいんです。そこでジョニーギノ CM でジョニーギノワンさんと、うん、その横でユイチがギター弾いてるっていうのが CM 流れてるんだけど、うん、ちょっともうねちょっと付き合い長い俺からしたらめっちゃあの表情お前めっちゃムカつくちょっと動画撮りたい、あの YouTube にあるな、みんな見てほしいな。あったけどどこにあったかな、最近見つけきれなくなったな。あ、うん、ちょっとみんな探してみてください。リンクね貼りたいね、確かに、うん、衝撃だったあれ、うん、いやね本当に、うん、サザンスターの CM とかで使ってもらいたいなあ、クメセン、あ、じゃあ、お前はクメセン、まあね、じゃあ一旦そうだ、 CM 入ってないよ。あ、そっか、一旦 CM で、はい、あ、危ない、完全に寄せてほしい。クメセン守らないとびっくりするぐらいクメセン飲んでないんで、彼ビール派、ビール派とか言うし。いや、まあ、青森ばっか飲んでますから。最近ね、青森の俺炭酸割りを飲んでます。表現すん、うん、確かに美味しいんですよ。青森の炭酸割りは美味しいですよ。あ、でもカラオケで青森クメセン頼んだね。そう、もちろんクメセンを頼んでおります。よかったよかった。そうです。直近でクメセン飲んでたの。もちろんクメセンです。ちょっと孝太郎、孝太郎に対する愛がすごい、ムックさん。コウタロウで埋め尽くされる。コウタロウに付き合って飲んだったら体早く壊すよ、もちろんです。うん、かな。コウタロウ最近ビールはそんな飲む、そんな毎日は飲まないんじゃん。コウタロウ最近ビールは水とか中学生みたいなこと言い始めたから。マジコウタロウなんかいつもおしゃれになんかあのウイスキーとか飲ん、ウイスキーじゃないか、なんかいろんな洋酒を飲んでるイメージ、うん。よしはお前バーに連れてってもらったけど、体に悪いっていうかもう、うん、ダメージがすごい。よしはよし、俺あんま飲んだことあんまいろんなの飲まないからビールばっかり飲むから。ビール糖だもんね、うん、かつい。でも楽しかった、あのなんかおしゃれなバーもね、あっちは楽しいよ、うん。あ、曲流してないけどまあいいか。これ最後言っちゃっていい？あゆ、ちょっとじゃあ途中流してそのまま終わりの感じでしょ。ちょっと喋って、うん。あ、そうだね。ブンバの、ブンバの、ブンバの夜なんです。そんな、おーあー、くそ。おー、乗っ取りやがったこいつ。マジかよ。新しい。俺がこんなに長年積み上げてきたものを、やっぱ新しい要素を取り入れていくことって大事だよねってお前さっき言ってたから新しい要素です。これやられた、うん、1本取られました。いや、ちょっとまあね、あ、時間経つの早いね、今日時間が経つの早いんですよ。もうあっという間です。あっという間だったの。夏を満喫するとか、うん、と満喫しましょう。飲み会の話ちょっと、あのお酒飲める人はお酒いっぱい飲みましょう、うん、いや、あの日本の経済回していきましょう、これで、うん、夏は酒ですね。クメセンで回していきましょう、うん、よろしくお願いします。クメセンで、俺はじゃあオリオンで。それでもう本当にゼロライフ、もう糖質を好きなお酒をね飲んで、うん、夏は ね今しかない。夏は今年みんなでバーベキューしよう、しましょうよ。みんなで、みんなビーチで会いましょう、うん、そうです。あ、なんかみんな誰でも参加 OK みたいなね、なんか音楽やってるやつらみんなで集まってライブもしながらビーチパーティーみたいなバーベキューとかしたら楽しそうだね。そうですね、本当にそれです。まあまあまあやろう、行きましょうか。それで、う
いろいろねやりましょう。本当もう夏はでもあと1ヶ月2ヶ月しかないですよ。やばい、焦ろう、うん、え11月ぐらいまで夏じゃん、まあ、そう言われたらそうだけど、うん、まあでも海に入れる実感で言ったら9月10月でしょ最悪。あ、いけるよ、いけますよ、うん、急ごう、急ぎましょうよ。じゃあね、なんかね一曲ちょっとあの流したかった曲があるの、うん、ちょっと流してね、夏っぽい、うん、夏をエンジョイしていくぞっていう気合い入れたちょっと一曲、はい、ちょっと夏っぽい、沖縄のバンドじゃないんですけど、ちょっと大阪のめっちゃかっこいいバンドをみんなに、サンライズインマイアタッシュケースってバンドなんですけど、聞いてください、ハイヤー。はい、今お聞きしてますのが、サンライズインマイアタッシュケースでハイヤー。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 いいっすよ。いいっすね。テンション上がる。なんかもうね、うん、パリピ、パリピというか、夏を満喫してるみたいな雰囲気の。いや、夏満喫しましょう。満喫していきましょう。うん、みんな、梅雨も明けたし、台風も過ぎたし、うん、やることといったら、そう、海に行ってビールを飲むこと。海へ行こう。ビールを飲もう。うん、そうしましょう、皆さん。道は青森飲むんだろ。そうです。よし、夏を満喫するぞ。満喫しよう。じゃあ今週の文馬のヨナネスもここまでですね。はい、来週も、来週もまた聞いてください。文馬のヨナネスでした。今日お送りしたのが、文馬のゆういちと、はい、ベースのひゆうです。また来週、また来週、夏満喫でいきましょう。夏満さん、ありがとうございます。ナナシさん、ありがとうございます。ゲミリーさん、ありがとうございます。